え、なんでじゃ起業しようと思ったんですか、そもそも。いや、もともとその、はい、金がなかったんですよね。はいはいはい、はい。で、もう大学入ったんだけども、はい、授業料なくてですね、うん。で、2年後にはもう退学しなきゃいけないって分かってたんで。じゃあ、もともと裕福な家庭ではなかったんですか。あ、そうですね。で、片親で、で、まあ自分でお金貯めて大学行って、で、もう、早稲田高いんで、うん、なんでまあ授業料払えないってことになって、うん、で、それ授業料払うぐらいだったら起業しようぜっつって、うん、その早稲田の2年目の授業料の80万を握りしめて起業してですね。すごっ。自分で稼いだから。そうですね。で80万からじゃあ何をスタートしたんですか。その時は本当 IT をやるしかなかったんで、うん、パソコンを買ってきてですね、うん、で友達に教えてもらいながら、うん、いや分からないんだけれどもとりあえずあの受注だけ取ってきて、うん、でその後夜あの習いながら自分で独学しながらちゃんと納品するっていうのを繰り返しながらですね。その時はじゃあ受注どういうシステムとかですか。システム作ってましたね。ホームページも作ってましたし、あとマーケティング SEO とかもやりましたし、本当泥臭いことを全部やりました。25歳ぐらいで会社をアメリカのラスベガスに登録して、はい、アメリカで作ったんですかいきなり。そもそも中級の時からロサンゼルスに留学してたんで、はいはい、それで向こうの学校卒業してからなんか仕事でもしやんないかなと思って就職もないやなと思って自分で会社始めて、FC2 作って、はい、今だって FC2 日本で知らない人いないぐらいのサービスだと思うんですけど、はい、トントン拍子に行ったっすか。最初の頃はもうめちゃめちゃ苦労して、どういうとこ苦労したんですか。いやもうお金もないし、はい、人脈もないし、はい、何もないところで一人でやってるから、自分で作ったんですか、あれ。あ、そうそう。すごいっすね。ドメイン販売したりとか、レンタルサーバーやったりとか、はいはいはい、分かりづらいかもしれないですけど、はいはいはい、サービスも。私が所属してた、そのブログの会社みたいなところがあって、うん、で、そこに一緒に所属してる女の子がもともとネイルサロンやったんですね。うん、で、あ、なんか、あの、まあ、すごいなと思って見てたんですけど、うん、その中で、じゃあ、私もう、まあ、やりたくないですって言われたわけじゃないですけど、その子が、じゃあ、売りますってなった時に、うん、やっぱ他のとこに売るよりもやっぱ自分の事務所の子たちから選びたいってなったのか分かんないですけど、で私にもなんかポンって話が来て、で割とその時って何も考えずに生きてるから、で面白そうやってみようみたいな、なんかそんないい話あるんだったら買い取りますみたいな感じで、マジでノリ。経験を買ったってことに対しての自分が置かれてる立場も分かってないっていう感じ、うんうんうん、まあ、それがある意味今考えたら恐ろしいことでもあるけど、うん、ハッピーだったのかもしれないってちょっと、確かに思いますけど、ラウンジで働いて、あの夜掛け持ちしながら、従業員に払うお金はもう全部売り上げから消えて、で自分の生活するお金がなかったんで、そのラウンジで、マリナと同じラウンジで働いててでそこでやっぱりラウンジっていろんな社長さん来るじゃないですか、だからもうここでいろんな社長さんに聞きまくろうって。なるほどね、そういう使い方があるんだラウンジって。でもすごい発想だね。俺は昔、はい、20代の時にベンチャーって言葉がない時にクラブで飲んだわけやか。俺は学校を辞めて高校2回目辞めて起業したから、夜のクラブ活動が学校のクラブ活動みたいなもんやったんです。20代の時にね、パッションリーダーズとかないからさ話しかけられないわけや。でもスター経営者がいるわけや、その当時当時のその女の子にモテることよりもスター経営者を見に行ったわけや。だって20代の経営者いないんだから、それはモテるわ俺。確かに、だって当時はそんな簡単に起業できなかったんですか。だから俺らがもう自分で言うのも過去の武勇伝だけど、モテたわけだ。だけどそれよりもスター経営者を見ることがこの場にいる空気の中でいるっていうのがステータスやったわけや。やたら見てたら女の子に甘えてるわけや。それ見て俺は勝てると思ってたわけよ。芸能界という、会社、芸能界での会社経営っていう意味で言うと、芸能界村がありますからね、独特の村ですよね。独特ですよ。そこの村に入れるかどうかじゃないですか。はい、なかなか入れないと。なかなか入れないでしょうね。もうだって変な話、小さい事務所でちょっと売れる子が出ると代理店の仕事って、君どこ系の子なのなんて聞かれるわけでしょ、ですよね、何系列か、そういう感じで、どこ系でもないとすぐなんか取られちゃったり、だからなんかうちにも ABEX の傘の下に入りたいんですけどなんて言ってくるプロダクションの人がいたわけですよ、はい、ちょっと前まで。最近はもうあんまそうじゃないけど、要は何系なのみたいなところがあるから、村っぽいんですよ。ですね。一応頑張って進行で頑張ってやってうまくいったところもありますよ。ただ中心にあるその事務所
は変わらず来たから、うん、僕が難しかったらいかにそこの中に入るかっていうところでしょうね、普通入れないと思うんですけど、ね、普通入れないですよね、入れてくれないかもしれませんね、うん、どうやって入れたんですか、もそれ気になります、僕はもうものすごい、はい、ありえない振る舞い方で入ってきましたね、ありえない振る舞い方ですか、ね、もうある日そのもう出てる話だいいのか言っても、いいですよ、まあ、はい、ある日ね、ベルファーレっていうディスコがあったりするらしい、はい、知ってます、そこに某超有名な赤坂のビートつくプロダクションのビートつくプロダクション社長の皆さん、ね、自由にネットで検索すぐ出てくるわすぐに出てくるわ、はい、いらっしゃっているという情報を聞いて、はい、俺上で飲んでたんだけど、うん、あんな来てるんだと思って下行ったらいたから、うん、よしこの際もうなんか印象を残さなきゃしょうがないと思って、おでこをポンって叩いて、嘘でしょ、嘘でしょ、まあ、割と今まで聞いた中で一番恐怖のエピソードですよ、それ。いやもう逆張りすぎますねそれ。それどういう反応するんですかそれ。いやだから最初は飲めとかって飲まされてたんだけどお前ちょっと売れてるからって息になったんじゃねえ、ボーンってやったの会長すごいことしますね、会長、東京湾沈んでなくてよかった、周りがクラッて変わってたよ、ま、周りがクラッて変わりますよね一瞬で、うん、でもなんかその人は笑ってた、へー、うん、酔っ払ってたんですか会長も、うん、ったのか酔っ払いか、酔っ払いできないよ確かにただ酔ってるだけじゃないですか、ただできないですよねなんかの勘が働いたんでしょうね、多分この人こうしても怒んないだろうなっていう、そういうことですよね、多分判断されたんだ、絶対怒る人にやらないよね、いやそうですよね、それそうですね、怒られなくて、怒られないどころか逆に非常に気に入られちゃって、それから数年間ご一緒してましたよ、よく